アリアプロ2ベース1983アリアプロ2ポリエチレン R100 アリアプロ2は日本の楽器メーカーアライ易のエレクトリックギターやエレクトリックベース及びその周辺機器に名を冠されるブランドであるアライ易は海外からのギター輸入から始まり60年代のエレキブームの頃に自社ブランドであるアリアやアリアダイヤモンドでソリッドギターを販売していたアリアは アライのアナグラムであり、また音楽用語でもあることから名付けられた。1970年代半ばに海外有名メーカーのコピーモデルを製造する際に従来販売していたエレクトリックギターからのイメージチェンジのためアライアプロ2の名称に変更。1970年代後半にはエレクトリックギターポリエチレンシリーズやエレクトリックベース SB シリーズなど 自社オリジナルモデルを中心としたラインアップにシフトすることになる。これらのエレキギターやエレキベースを主に製造していたのは松木工業であった。これらのオリジナルモデルは少しずつ国内外のプロミュージシャンから評価を得るようになり、ステージやレコーディングでの使用されたり、使用者としてカタログに有名ミュージシャンが掲載されるようになった。 1980年代の HR、HM ブームには従来のオリジナルモデルに加えて高機能で攻撃的なシェープのエレクトリックギターやエレクトリックベースを発売。1990年代以降は主に韓国、中国などで低価格帯の商品を製造。高価格帯は国内の工場で製造する体制となり、低価格帯の商品が広く楽器店で初心者向けに 小型アンプ等とセット販売されたことから、アラヤプロ2は、初心者が購入する安いギターベースのブランドというイメージが定着することになる。最上位ブランドとして AP ブランドが展開された。現在は低価格帯で、海外有名ブランドのコピーモデルをレジェンドとブリッツというブランドに分けて、オリジナルモデルのラインナップをアラヤプロ2としており、 また AP2 として新たな最上位ブランドが展開されている。形状はキブソンレスポールに近いが、ネックはロングスケールでネックジョイント部が大きくカットされている。ヒールレスジョイントによりハイポジションの演奏がしやすくされている。最初のモデルであるポリエチレン -1500 はオリジナルブリッジとディマジオのハムバッキングピックアップでワンボリュームワントーンという仕様であった。 モデルサイクルが長く、トレモロユニットが搭載されたものや、セミホローボディのものなど、様々な仕様のモデルが存在する。スルーネックで左右非対称のカッタウェイと初期モデルは複雑なサーキットが特徴。RS-850 はアクティブピックアップでブースター回路を搭載しており、多彩な音を本体から出力することができる。このような初期モデルの仕様は、 PC リッチを手本にしたと言われている。80年代になると、一般的なサーキットで、ロック式、トレモロユニットを搭載したモデルが登場して、HM、HM 向けモデルとなった。ハノイロックス元ベーシスト、ありがとうございます。